こんにちは。今日は SSTR2024 の出走準備をしています。まずはもう今年は出走することのない日本応援ツーリングのゼッケンを履かします。日本応援ツーリングは開会式のほか5カ所ぐらいスポットを回りましたが、継続的にツーリングに出る時間を確保できませんでした。来年はいいかなと思います。で、ゼッケンの張り替えが完了しました。今年は968番。10月5日土曜日に出走します。出走前の整備としてやったことはこれです。1から3は基本的なことですが、ブレーキシューが意外に減っていたので交換しました。点検ってやはり大事ですね。このマフラー根元のボルトが2本とも緩んでいました。気がついてよかったと思います。それと細かいところで、このフォグランプ付け根のボルトが脱落していました。あー危ね。高速域で楽に走りたいのと、坂道では低いギアで引っ張るセッティングにしたいので、リアスプロケットを小さくしたらチェーンが少し余り気味になりました。今回は前乗りするので荷物が多いのです。そこでお手軽で気に入っていたホームセンターの箱をくくりつけるスタイルをやめて、 Amazon で1万円ちょいの58リッターのリアボックスをつけました。重くなるので嫌だったんですけどね。たまに株でもタンデムするので、こういうベース金具を取り付けるのも嫌だったんですが、背に腹は変えられません。このベース金具は汎用なので、株につけるのは少し苦労します。後ろ側は爪1箇所しか噛まないですね。まあそれでもがっちり固定はできまして、リアボックスそのものをロックできるので安心です。なんでそんなに荷物があるのかというと、パンク修理セットや工具、あとはガソリン携行缶を積んでいるからです。それに着替えや撮影機材が加わります。あとはメーターバイザー上につけていたコインランプをハンドル下に移動しました。ということで、アフター SSTR を含めると1200キロ弱、走行する準備が整いました。試運転してみましょう。 SSTR に持っていくものを全部積んだ状態で走っています。ちなみに重量を測ったら35キロもありました。まあリアボックスだけで6キロありますからね。今かなり傾斜のきつい坂を登っているのですが、40キロ前後で問題なく登れます。計算上2速で58キロぐらいまでは引っ張れそうです。まあちょっと壊すとあれなんで、50キロ前後でやめとこうかとは思いますが、まあ荷物が35キロあると言ってもタンデムするよりは軽いので、思ったよりも運動性能に影響は出ません。次は高速域を見てみましょう。まあ高速域といっても株なのでたかが知れてますけどね。60キロで気持ちよく走れるかがポイントです。株 110JA44 の場合、標準のスプロケットの設定では60キロで走っていてもエンジン音がうるさくなりすぎてちょっとドキドキするのです。なので前のスプロケットだけ15に変えていたのですが、もうちょい静かに走りたいと思い、リアスプロケットを2丁下げの 33T に変更しています。想定通り静かに走ることができて満足です。今の設定で4速60キロの時のエンジン回転数は 4500rpm ちょっとです。一方標準スプロケット設定で4速60キロの時は 5100rpm ちょっとなので、結構余裕が出るはずです。今回の SSTR、 いろんなことがあっていろんなことを考えている方がいらっしゃいます。でも僕が何を言ってもおじさんのお気持ち表明以上のことにはならないので、何も言うつもりはありません。イベントをやると決まった以上、エントリーフィーを払ったので参加します。それ以上でもそれ以下でもないですね。出走当日は動画を撮りますが、起きたことやったことを淡々とお伝えする予定です。まあ気をつけて走って完走して、無事に帰ってくる、この当たり前のことを目標にして参加したいと思います。それでは他の参加者の方もご安全に。ご視聴ありがとうございました。